マッテゾン、ヨハン・マッテゾンは、ドイツ後期バロック音楽の作曲家。音楽理論家、作家、外交官、辞書編三者といった顔も持つ。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルと大の親友であったが、マッテゾンの歌劇、クレオパトラの上演中に、二人は突然さかいを起こし、マッテゾンは危うくヘンデルを刺し殺しそうになった。ヘンデルの服についていた。 大きなボタンのおかげで辛くも命が助かったという。後に、両者は和解している。富裕な調整人の家庭に生まれ、幅広い文芸学科を治める傍ら、音楽教育一般から、鍵盤楽器、バイオリン、作曲、声楽に至るまでを習得した。9歳で、聖火単員や教会オルガニストとして活動する傍ら、ハンブルク歌劇場で、少年歌手として舞台に立っている。 1696年になっても声変わりせず、ハンブルク歌劇場でお山として、正式に歌手デビューを果たすが、編成期を迎えると、テノール歌手やコレペキトールをこなす傍ら、自らオペラの作曲に乗り出した。1699年、18歳の時最初のオペラ、プレイアデスを上演し、自ら主役を歌った。1703年7月3日、 ハンブルクにやってきたヘンデルに会った。同年8月、ディートリヒ・ブックステフーデの公認の職を求めて、マッテゾンとヘンデルはリューベックまで旅行するが、ブックステフーデの娘との結婚が条件と聞いて、辞退している。マッテゾンは、また在ハンブルク英国弁務官、ジョン・ウィッチに、ヘンデルを紹介し、ヘンデルはその子のシリル・ウィッチにハープシコードを教えたが、マッテゾンは、後にその役目を奪って、 自分のものとした。このあたりから、両者の友情に亀裂が入ったらしい。1704年12月5日にマッテゾーンのオペラ、クレオパトラが上演されたとき、マッテゾーンはアントニウス役を務め、ヘンデルがハープシュコードで通奏低音を弾いていたが、自分の出番が終わったマッテゾーンがヘンデルに交代しようとしたとき、ヘンデルがそれを拒絶したことから決闘となった。 しかしその年のうちに二人は仲直りしている。翌1705年に上演されたヘンデル最初のオペラ、アルミイラ、および二番目のネロでは、マッテゾンが主役を歌ったという。しかしその後マッテゾンは、オペラの舞台から離れ、家庭教師と宮廷学長の職を務めた後、最終的にはジョン・ウィッチの秘書になった。マッテゾンの本業は、 外交官であり、1706年からその任についている。学生時代に英語を学んだだけでなく、英語で流暢に話すことができたので、英国大使ジョンウィッチ教の息子の家庭教師を務めた。あと、大使自身の秘書になった。その後も、同大使の大役として、国外で外交活動に携わり、1709年にはイギリス人女性と結婚している。 1718年からハンブルク大聖堂のカントルに就任したが、次第に聴覚の衰え進んだため、間もなくカントル職を辞任している。マッテゾンは主に音楽理論家として有名である。演奏習慣や劇器の流行、ドイツバロック音楽の火星法、そして中でも音楽習字学についてマッテゾンほど徹底した論客はいなかった。 その上自らもいくつか創作を手がけている。また、当時の主流の音楽概念について資料を揃えた。主要な著書に完全なる学長、多数の音楽家たちの伝記を集めた外専門の基礎などがある。またマナリングによるヘンデルの伝記をドイツ語に翻訳している。マッテゾンは当時のヨーロッパにおける有力な音楽理論家として多くの音楽家と交流を持っており、 前期の通り特にヘンデルとは親友同士であった。しかし、ヨハンゼバスティアン・バッハとはあまり気が合わなかったらしく、彼は自らの評論においてバッハの曲を酷評することが少なくなかった。ただし、彼はバッハの優れたオルガン演奏の技術や対応の知識を高く評価していたほか、バッハの絶筆である風画の技法に対しても高評価の姿勢を示しており、 必ずしもバッハのすべてを無条件に否定していたわけではない。マッテゾン作品の根幹は、声楽曲であり、八つのオペラと大量のオラトリオやカンタータがある。そなたが少し、鍵盤楽曲が多少あり、鍵盤楽器の学習用の作品も含まれている。不幸にして、オペラとオラトリオ一曲ずつと多少の器楽曲集を除いて、第二次世界大戦後に、 大半のマッテゾーン作品が散逸してしまったが、1998年にエレバンで発見された資料がアルメニアからドイツに返還された。そこに含まれていたのは4つのオペラとほとんどのオラトリオである。その自筆譜は現在、ハンブルク私立大学図書館に所蔵されている。ありがとうございます。